はい。どうも、皆さん。これじゃはこんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。えー、5月28日にね、限定プレイメーカー登場しましたので、こちらのグレード85以上、全選手徹底解説を行っております。さあ、今回はね、パート3やっていきたいと思うんですが、さあ、昨日ね、までにパート1、パート2と、まあ、上げさせていただきまして、まあ、大体限定といえばこのパート3ぐらいから、まあね、J1、J2 の境目になったりするわけですが、今回のプレイメー、ね、なんとやっぱりね、 なんかちょっと早い気がしますね、うん、パート3の今日パート3やっていくんですけど今日もね6名の選手やっていくんですけどちょうど半々ぐらいかな3人3人ぐらいで終わるので J1 の選手が結局15かなうん15名ということで今回はね J1 の中でもそうねライト圏とかグレード85届かない選手とかがうんなんか比較的割合多いなと思ってたんですけど まあやっぱりね、いつもよりね、2、3ぐらい、なんか少ないような気がするね。はい。ということで、まあ結構 J2 の選手もね、ということは超えてる選手が、まあいるんじゃないかな、いつもよりということで、まあそっちはそっちでね、楽しみに、うん、評価楽しみにしてくれてる人いると思うんでね、まあしっかりとね、えー、パート3、パート4、パート5ぐらいまでかな。 え続くと思うんですけど、やっていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。ということで、えー、この動画もね、早速やっていきたいんですが、今回ですね、プレイメーカー登場に伴いますして、新スキルがね、2つほど登場しておりますと。で、そちらに関してはですね、すでにパート1の方の冒頭の方ですかね、スキル解説を行っているところありますので、まあ、ぜひね、そのスキルの評価が聞きたいという方は、この動画見終わった後にですね、ぜひ、パート1の方も、はい、昨日上がってますので、覗いてみてください。よろしくお願いします。 では、早速ですが、評価の方に入っていきましょう。じゃあ、まず1人目ですが、えー、前回は、えー、っと、どこまで行ったんでしたか、ネタラビ選手まで行ったんかな。セレッソはちなみに誰でしたっけあ、香川選手ね、ごめんね。じゃあ、4人だわ。<laughs> ごめんごめん、香川選手抜かしてたわ。はい、ということで、じゃあ、香川選手ね、はい、見ていきたいと思います。グレード96テクニックタイプです。 スキル構成がルーレットとレインボーアーチパス。これ新スキル来ましたね、ルーレットね。うん。まあ、これちょっと後で触れますね。はい。セレクトスキルがエンジェルパスとアーチドライブね。はい。チームスキルがスタメンオフェンス強化で、えー、ボーナスセンスが金ピープラス。総合値6980のオフェチが1538。4ステリ一番高いのがテクニックが1334 13。他のステータスはご覧の通りと、はい、なっております。 というふうなね、まあカードになっておるわけですが、ここはね、しっかり評点つけていって、えー、いつも通り評価していきたいと思います。まずはですね、まあクラちゃん部分は、んまあ難しいですが、まあ9かな。うん、9だと思います。はい。で、リーグは、そうね、まあこれも一応9かなと思いますね。はい。ということで、まあ 9, 9で、はい、つけさせていただきたいなと思います。 で、やっぱりね、まあ、まず一つ、まあ、標点の話をする前に、まあ、皆さんが気になってることっていうのは、新スキルのこのルーレットってやつだと思います。はい。で、これは実際ですね、まあ、J クラの、まあ、二分的なゲームになりますかね。うん。まあ、ウィコレでも当然ありまして、まあ、ルーレットっていうそもそもの、あの、まあ、普通のね、その、サッカーの技術とか、そういった感じで使われるものということを、まあ、知ってる人はなんとなく想像がしやすいと思うんですよね。まあ、あの、 スキルのね解説の画面通りなんですけどまあ言ったらね、まあ、何に近いかっていうとまあターンドリブルとかにちょっと近いんですよねうんまあ似たようなもんかなと思うんですけどまあ相手が正面から来た時にまあそうですね相手に背を向けながら回転してこうくるっとね相手を軸にして回ってかわしていくみたいなフェイントドリブルなんですよねうん。 で、そっから、まあちょっと縦にグッて伸びてくるので、まあ、ターンドリブルもね、結構かわした後に縦にちょっとグッて伸びるじゃないですか。うん。あれに結構似てるな、という感じですね。はい。まあ、なので、まあ、ターンドリブルと、ま <laughs> 親戚みたいな、うん、感じの感覚でいいんじゃないかなと思います。まあ、そう考えるとね、相手を正面から、まあ迎え撃つ、まあ、香川選手のポジションで言うと、どっちかというと、まあトップ下とか、まあ、シャドウとか、 まあ、CMF でも全然まあ悪くはないんですけど、こういったところかな。うん、ボランチはちょっときついかなって感じしますけどね、守備できないんでね。まあ3ポジションだったらまあある程度は、まあ褒めにはよりますけど、まあ扱えるんじゃないかなというところですね。うん。なのでまあ別に悪くはないかなと。まあ持ってることに関してはね、悪くないかなと。だからまあルーレットでかわしてそこからまあレインボーアーチとか、 まあエンジェルパスとか。なんならまあ一応アーチドライブの選択もできるのでセレクトでね。まあシューターとして結構仕上がりいいんだったら、まあルーレットからのアーチドライブとかね。うん。こういったところにつなげようと思えば、まあその場合はね、まあシャドウの方がいいんでしょうけど、シャドウとか、まあ攻めてトップしたかなって感じですけど、うん。 まあそんな感じでセレクトもいろいろ選択できますけど、まあ、シュートがね、対して自信がないんだったらもうエンジェルパスでパスアートして使うのがいいと思うんですけどね。まあ、いずれにしてもまあ稼げなくはないかなというところで、まあ、モナセンキンピープラスもありますし、まあ、正直9.5ぐらいはつけていいんじゃないかなというぐらいの9かなと、うん、クラチャに関しては思いますね。はい。で、リーグに関してもまあパスアートしてのね、活躍、何しもアーチドライブを軸にして、軸というかまあセレクト選択して、 まあ、シューターとしての選択も取れるということで、うん、まあ、これは仕上がり次第でね、どっちか変わってくると思いますけど、まあ、まあ、そうね、どっち取ってもまあ、9ぐらいかなっていう感じかな。まあ、特にパサーだと、まあ、能力値がね、ボナスエンキー P なんでね、まあ、どうしても上積みがないので、そこ考えると、まあ、パサーの方がなんか無難なような気がしますけど、まあ、それでも9ぐらいかなっていう感じですね。まあ、いずれにしても9ぐらいは見ていいんじゃないかなというところで、はい、評価つけておきたいなと思います。 正直ね、僕の持ってるまあアイコニックとかもあったんですけど、あれよりは全然ま,あまだ可能性あるカードかなと、うん。まあ思えるようなカード出てるんでね。まあパスワードして、まあ、トップ下とかね、まあ、こういうところで、えー、使いたい選手を探してましたという方がいれば、ぜひ狙ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、まあ、香川選手の評価、9 9で出しておきます。まあ香川選手といえばね、こうやってボランチ寄りのカードとかもね、まあ、今後出てくるのかなと思ったんですけどね、一旦また、 攻撃的なカードに戻りましたね。まあ一時期ね、それこそさっき話したアイコニックとか去年の、まあ、割れてたんですけどね。うん。まあ割れずに出てきましたね。はい。ということで、まあ今後ちょっとどういったカードが出るのかもね、楽しみですが、まあこれはこれで悪くないと思うんでね。まあぜひ、あの自分の求めていたね、カードツオと合う人はぜひ狙ってみてください。はい。じゃ続きまして2人目ですが、 八世、えー、選手ね。はい。見ていきましょう。さあ、グレード88、バランスタイプで登場してます。スキル構成がライトニングクロス、音速ドリブル、パスカット。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A で、ボーナスセンスがテクニック20%プラス。総合値が、えー、6153のオフェチが1368。4ステで一番高いのがスタミナ1085で、他の3ステータスはご覧の通りとはいなっております。 というふうな、えー、初瀬選手のカードですが、ここもね、標点つけてお話ししていきたいと思います。まずはですね、まあ、クラちゃんの部分は、これは、そうですね、うーんー、まあ、い、うん <laughs> 難しいなうん、まあ六6.5だろうね。まあ、6かな。はい。で、リーグも6かな。うん、66でつけたいなと思います。はい。 ということで、まあ、まずまずの、まあ、評価でありますが、まあ、まず、グラチャの話からしておくと、まあ、スキルがね、まあレ、まあ、ライトニングクロスはいいんですよね。まあ、裏ジュあるし、まあ、アリクロス、別に稼ぎにくいわけじゃないんですけど、ちょっと他のスキルがどうかなというところがね、ありますかね。うん。まあ、音速ドリブルとの相性が決していいとは僕は思えないので、そこで評価がちょっとできないというところと、 あとは、そうですね。パスカットも、まあ、ディフェンチが600しかないんでね。これもそんなに信用が高くないと見ると、ちょっとね、物足りないですね。ABC スキルに関してはね。うん。せめてもうちょっとなんか、ライトニングクロスを打ちやすくするような、うん。そういった補助的ななんか、スキルとかがあれば、もうちょっと見栄え良かったかなっていうのが、うん、正直な感想で。これはもうリーグ面でもそうで、ライトニングクロスってね、意外とね、正面向いて曲がないと打てないんですよ。はい。 だからその間を作るためのスキルとかでね、結構フェイント系とかと相性が良かったりとかはするんですけど、音速じゃちょっとその間を作ることができるかと言われると、うまくいけばね、音速ドリブルで振り切って確かにまあクロスまで持っていける可能性もあるんですけど、かえって邪魔しちゃう可能性もあるからね。うん。まあだからいい面もあれば悪い面もあるみたいな感じなので、ちょっと難しいですね、評価ね。はい。ということで、 ええー、まあこれに関しては、まあ、6六が <laughs> 精一杯かなとただまあライトニングクロスを打った時のね価値は当然高いのであのー、はいそれはそれでまあ評価していいんじゃないかなとは思うんですけどねただまあ3スキルでね一つのカードの評価と思えば7はちょっとつけすぎなんだろうなということでちょっとはい回避させていただきたいなと思います。 まあ、ハ選手もね、どっちかというとどうなんですかね。守備寄りのカードが出たりとか、サイドハーフ寄りのカードが出たりとかするんですけど、クロスターとしての評価も結構高い選手だからね。うん。まあ、こういうカードが出ても全然おかしくないんですけど、どっちかというと、去年のなんかライトニングエッジみたいにね、守備寄りとか、まあ、そういったカードの方がちょっと強みが出やすいんかな。うん、今んとこね。まあ、ただ今後のカード次第ではね、まあ、クロスサーとしてのカード、まあ、サイドハーフとしてのカードが注目される可能性もありますしね。まあ、ここはまあ、今後のカードにも注目かなというところですかね。はい。 まあ、グレード的にももうちょっと上がっていいと思うけどね、88、最近ね、ちょっとまた抑え気味になってきてますけど、まあ、序盤の限定だからかな、というのもあるんですけどね。うん。って感じで、まあ、今後、グレードメニューはね、ちょっと注目かなと、まあ、90以上超えてもいい選手だと思うんでね。はい。まあ、チェックしてみてください。まあ、今回は66で、はい、評価しておきたいなと思います。さあ、じゃあ続きまして、えー、3人目見ていきましょう。はい、ここもピックワーク。 ですねはいミター選手見ていきたいと思います。じゃあ、ミ、え、ター選手ね、グレード、えー、95で登場してます。はい、ここスキル構成がクレッセントカーブ、えー、エンジェルパス、タッチターンフェイントですね。はいで、チームスキルがスタメンオフェンス強化で、えー、ボーナスセンスがキンピープ,プラス、総合値6871のオフィッチが1618。 で、4ステル一番高いのがスタミナですね。1325というね、数値になっております。はい。ということで、ミスサー選手のね、こちらのカードになりますが、ここもね、評価していきたいと思います。えまずですね、クラちゃんはね、これはね、うーん、まあ、そうね、この9.5かな。一応9で。 はい、つけておきたいいなと思います、まあ、9.7ぐらいつけたいぐらいね、むしろね。10のほんと手前ぐらいです。はい。で、リーグはね、うん、まあこれも9ぐらいつけていいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、10あ、ごめんなさい、9、9ですが、まあほに10に近い <laughs> 9ぐらいと、うん、もう9っていう感じですかね、リーグはね。はい、そういった感じのイメージですが、まあここもね、お話ししていきたいんですけど、まあまずね、クラチャン部分ね、バボナセンキン EP がこれは効いてますね、当然ね。 で、クレセントカーブが裏5 0るし、まあ、エンジェルパスは普通のね、スキル、A スキル。で、ターンフィイントね、まあ、これもいいと思いますね。うん。まあ、ターンフィイントね、さっき話したんですけど、ルーレットのところでちょうどね、まあ、縦に結構抜き去るドリブルで。ということは、まあ距離稼げるので、 まあそう考えるとクレッセントカーブの射程距離入ったりとかエンジェルパスのね、まあパサーとしての、パス発動するときのね、あの距離感にちゃんと入ってくれたりとかしやすいと思うんでね。うん。まあただフェイントが B スキルなので、ここの成功率に関してはどうかなというのがちょっとありますけどね。まあ、打ったからって必ず抜けるっていうわけじゃないと思うんですけど、まあでも、持ってるのと持ってないのじゃ違うからね。うん。 で考えると、まあ、そうですね、いいですよね。はい。ここからクレンセットカーブとかエンジェルパスにつなげると、まあ、EP 稼げるので、まあ、ここの、うん、まあ、そうね、あのー、肌感次第では、うん、全然、まあ、重評価つけてもいいんじゃないかなって人によってはね、まあ、あると思うんですけど、まあ、想像的に、まあ、トリプルスキルがある今の環境だから、ちょっと銃はつけにくいんですけど、まあ、それでもまあ、そうですね、A、B の中でもスキル的には悪くないかなと。 まあ、シャドウとかね、まあ、トップ下とかで、うん、いい活躍してくれるんじゃないかなと思えば、まあ、これは、はい、9.7ぐらいつけたいですね。うん。で、リーグ面もまあ、同じくで、まあ、クレセントカーブ、エンジェルパースは、まあ、ある程度打てると考えると、まあ、ここね、クレセントカーブの仕上がりがどうしてもね、まあ、注目されるので、まあ、このままだとちょっとダメなんですけど、まあ、シューターとしてね、やっぱりシュートスキル強化とか、 まあ、すね、お部屋あげたりとか、そういうところは、まあ、絶対必須になってくるんですけど、まあ、そういったところがついてくれば、まあ、いいカードになると思うんで、まあ、個人的にはそこに関しては悪くないかなと、うん、いうところで評価できるかなというところで、まあ、9は、はい、リーグ面でもつけておきたいなと思います。ということで、まあ、9.79というね、評価にしましたが、まあ、いずれにしても、まあ、そうですね、まあ、EP の道もあるし、クラチャんの道も当然、あクラチャー、リーグの道も当然あると思うんでね。 まあ、どちらでも、うん、まあ、感触違法で使ってあげたらいいと思うし、まあ、そのセンスとかでね、決まる部分もあると思うので、まあ、ぜひね、まあ、特にただ、まあ、ボナセンが金ピーナーで一応、クラチャン向きのカードにはなりますので、まあ、クラチャンとかで稼がせてあげたい人はね、特にもってこいだと思うんで、まあ、ぜひね、お気に入りクラブ券と使って狙ってみてはいかがかなと思いますね。はい。で、三田選手もね、今年、さっきのね、まあ、香川選手と一緒ですけど、まあ、香川選手は今年どうかなというところありますけど、まあ、去年、 ね、あれでしたけど、結構ボランチとかやってたイメージありますけど、まあ、三田選手もね、今年 <laughs> 結構ボランチとかやってたんですけど、まあ今回はね、ディフェッチ特に盛られることなく登場してますね。うん。まあ限定とかによるんかな、ここもね、難しいですけどね、まあ割れるかなと思ったんですけど割れてないので、うん。まあこれはこれでいいんじゃないでしょうか。まあもともと攻撃面が評価されてた選手なんで、どっちかっていうと割れると損みたいなところありますからね。まあこういったカードが出続けるのか、まあただ、 もしかしたら守備寄りのカードとかもちょっと出ちゃうのかなっていうところを考えると、ちょっと今後はね、どういうカードが出るのかなっていうのはちょっと想像が難しい選手でもあるんですよね、今のところね。うん。なので、まあ取れるうちにね、攻撃面のカードは取っておきたいなという人も結構いるんじゃないかなと思いますので、まあぜひそういう人はね、しっかりとね、えー、狙ってみてはいかがかなと思いますね。まあ、逆に守備寄りのカードの方が欲しいという人もいるかもしれないからね、まあ CMF っぽいカードとかね。そういう人はまあ今後の、はい、カードを待ちましょう。 はい。じゃあ続きましてが、えー、アビスパですね。小田選手ね。はい。さあ見ていきたいと思います。グレード86、パワータイプです。スキル構成、ライトニングクロス、ハードチェイシング、スピードドリブル。で、チームスキルがミッドフィルダー、全パラ協会で、ボーナスセンスがオフェンス20%アップ、プラスですね。はい。で、総合値がオフェえー、5997のオフェンチが1299。4四テレ高いのがパワーが1119というね、数値になってます。 はい。ということで、ここもね、評価していきたいんですけど。まあ、そうですね。ここはクラちゃんが難しいですけど、ここもね。まあ、一応7かな。はい。で、リーグもまあ7で、はい、つけておきたいなと思います。ということで、77評価になりましたが、まあ、さっきのハッ選手と結構似てるけどね。まあ、違うところはチェーシング持ってるかなというところですね。はい。 まあということで、まあ A スキル、ライトニングクロスね、フラサンジュありますし、まあこれとハードチェイシングの組み合わせは決して悪くないかなと。スピードドリブルはまあ個人的にはあんまりお勧めしないんですけど、まあ役に立つこともあるかなって感じですけどね。うん。まあ AB で、ある程度、まあやっていけるんじゃないかなと思いますので、まあここに関してはもう7、クラジャンでもつけたいし、まあリーグでもね、まあ守備しながらまあ攻撃もできるということで、まあサイドハーフとしては7ぐらい、うん、つけれるんじゃないかなというところで、 77評価でつけさせていただいてます。はいということで、小田選手もね、まあ、アビスパでね、まあ、あんまプレメのイメージは、これも言いましたけど、プレメではないと思うんですけど、まあ、でもとりあえずね、85超えたということで、まあ、これは一つ、アビサポの人に関してはね、嬉しいんじゃないでしょうか。まあ、昨シーズンから結構餌溜まってた人もいるだろうし、まあ、欲しいなっていう、まあ、特攻的にもね、まあ、欲しいなっていう人も結構いるんじゃないかなと思いますけどね。うん ということで、まあ、決して悪くないカードだと思うんで、まあ、サイドハーフはあと使うか使わないかっていうところですよね。うん。サイドバックだとさすがにちょっと使えないので、サイドハーフ一択なんですけど、まあ、ここで価値を見いだせる人はぜひね、狙ってみてほしいなというところと、まあ、ジックラブの人はね、まあ是非、ぜ、え、ひ、ー、狙ってほしいなと思いますね。はい。ということで、まあ、悪くないカードね。まあ、85を一発目にしては悪くないと思うんで、まあ、ぜひ、はい、えー、チャレンジしてみてください。 じゃあここから J2 かなすいません、1つ数え忘れてましたね。4、2でしたね、今日ね。はい。じゃあ、えー、いきたいと思います。えー、長澤選手はあ、いましたね。はい。さあ、長澤選手、グレード90、スタミナタイプで登場してます。さあ、スキル構成、ダイナミックインターセプト、チップパス、ハードチェイシング。で、チームスキルはミッドフィルダー、全パラ協会で、ボーナスセンスがスタミナ20%プラスと EP30% プラス。 で、総合値が6387で、ここオフェディフェは荒れてますね。オフェ値が1221、ディフェ値1225ということで、ほぼほぼ一緒ですね。はい。で、4ステはその分ちょっと下がってまして、高いところでもスタミナが1062というところになっております。はい。という風な長澤選手のカードもね、評点つけて評価していきたいんですが、まあ、ここはまずクラちゃんはそうですね。これはま、8。はい。つけたいなと思います。まあ、これも8.5ぐらい見ていいかな。うん。 で、リーグはね、うんーまあ、これはね、そうね、リフェッチがちょっと低いからね、うーんー、まあ一応7かな。はい、つけておきたいなと思います。ということで、まあ8-7評価になりましたけど、まぁ、あ、8.5-7ぐらいかな。うん。で、えー、評価していきたいんですが、まず、クラチャン部分ね、まあこれはボナセンの EP30% アッププラスがあるので、これは評価に入りますと。で、プラスで、まあスキル構成いいですね。ダイナミックインターセプト、まぁ、A スティール。 で、B のチェイシング。で、チップパス。うん。で、ポジション的にもね、どっちかというとチェイシングで全然いいと思うんで、まあ、悪くないかなと。まあ、そうね、まあ、一番いいのは CMF、もしくは、まあ、サイドハーフかなっていう感じですね。まあ、一応、トップ下でも悪くはないんですけど、まあ、ダイナミックインターセプトが A なので、うん、まあ、ここを考えると、まあ、CMF か、サイドハーフかなっていう感じですね。うん。で、感じがしますね、このカードね。はい。 まあ、守備もね、まあ実質タックルしっかり持ってますしね、チェイシングでね。うん。で、ダイナミックインターセプトで、まあね、しっかりと守備しながら、チップパスで、まあ前線へ繋げていく。まあ、こういう役割はもう、もう分かりやすく、はい、えー、求められてると思うんですけど、まあ、ただですね、一つだけ、まあリ、クラチャーはいいんですよね。うん。クラチャーはとりあえずスキル発動して稼いでくれればいいので、まあ、それなりにダイナミックインターセプトとかが絡めばね、稼いでくれると思うんですけど、リーグ名はですね、まあ、このダイナミックインターセプトの成功率をやっぱ上げたいんだったら、 まあ、ディフェッチ上げるか、まあ、やっぱスキル強化かな。これが一番手っ取り早いかなと思うんですけど、スキル強化をつけると。うん。いうところがすごく大事かなと思います。まあ、特にスティール面はね、効果が結構感じられますので。で、ディフェッチは結構補ってもどうしてもね、頭打ちあると思うんでね、ディフェッチの基礎値が低いんでね。まあ、スキル強化とかがついてるんだったら、まあ、個人的には完食いいんじゃないかなと思うので、まあ、この長澤選手をリーグで使いたいと思うんだったら、まあ A、A ディフェンス強化。うん。ここをぜひ狙っていきたいですね。はい。 でそれがつけば、まあ、ある程度守備は期待できるんじゃないかなと思うので、でそこからね、うんまあ、チップパスで、まあ、サイドハーフでもいいし、CMF でもいいんですけど、まあ、上のね、とりあえず CF の選手とかに、まあ、向かって、まあ、飛ばしてくれれば、うん、攻撃の起点にもなるしね、ということで、まあ、決して悪くないカードかなと思いますので、まあ、そういうところにね価値を生み出しながら、リーグフラチャンともにね、まあ、ぜひ使ってみてはいかがかなと思います。 はい。ということで、今回、長澤選手ね、評価8.57ですね。まあ、実質8.7ということで、はい、評価出してますので、まあ、よかったらね、まあ、結構いい素材持ってますとは、いう人は、ぜひね、狙ってほしいなと思います。はい。ということで、最後の、じゃあ、一人になりましたね。見ていきましょう。さあ、高江選手ね。はい。さあ、グレード86スピードタイプで、はい、登場してます。今回ね、スピードタイプ来ましたね。はい、あのー、 スーパーリーグ対象ですね。はい。で、スキル構成がシャープフィード、ハードタックル、パスカット。チームスキルがミッドフィルダー、全パラ強化へボーナスセンスがスタミナ20%プラス。で、総合値が5994の、フェッチが1258。で、フェッチもまあ高いですね、1191。で、4ステ割は荒れてる関係で、ちょっと低めですが、一番高いのがスピード991というね、数値になってます。はい。ということで、高江選手のカードですが、えー、ここも評点つけていきたいなと思います。 まあ、まずはですね、クラちゃんはこれは、そうですね、まあ、7、はい、つけたいと思います。で、リーグはね、ちょっと厳しめでつけますね、これはね。うん、まあ4、4、4は低いんかな。いや、でも4ぐらいですね。うん、4ぐらいかなと思います。はい。ということで、えー、ここは7、4というね、結構開きのある評価になりましたが、見ていきましょう。 まあ、まずはですね、クラチャンメンなんですけど、これはまあ、シャープフィードが A で、まあ、裏3じゃありますね。うん。で、ハードタックル、パスカットという組み合わせですがまあ、一応タックルパス、ね、タックルスティールは持ってるんですけど、まあ、なので、ここでしっかり取れさえすれば、稼げなくはないかなという感じですよね。うん。で、ここでしっかり取って、まあ、シャープフィードまで繋げれば7ぐらい。まあ、これもよく見て7かなっていう感じですね。うん。ただ、想像通りうまくいくかはもうね、とも言えないとこなんで、 まあそういう場合現実見ちゃうと正直6とかもありえるのかなって感じしますけどまあいいとこ見て7つけておきたいなと思います、まあ、そこはつながると見してね。うん、でリーグ名はさすがにねリフェッチ1191で BC のタックルスティールだとちょっとやっぱ評価できないですね。うん、ここはちょっと厳しいだろうね。ボナセン・フェだったらまあ5か6ぐらいは、うん、つけれるかなという感じはしますけどね。うん やっぱ今の時代、やっぱね、ディフェンチも結構インフレしてきてましてね、ディフェを増えそうなんですけどね。うん。1191のディフェなしじゃ、ちょっとね、表面上の評価は上がらないですね。ま、せめてリーグで使うんだったら、もうディフェガンガン上げていくしかないかなっていう。ま、スキル強化とかよりもディフェの方が結構大事かなっていう感じがするので、ま、せめてそういうとこ上げていきたいよねって感じですね。あとはま、クラブリンクキラーとか、すべてを使ってどうかなというところなんで、ま、それでもちょっと厳しめなところだと思うので4つけてるんですけど、ま、ちょっと仕方ないかなという感じですね。はい。 ということで、えー、7、4評価になってますが、うーん、まあ、高い選手だったらもうちょっと上狙いそうですけどね、個人的には。まあ、そもそもね、やっぱり元々のね、グレードのある程度高いイメージもありますし、まあ、元々なんかどっちかというと、グレード90代とか乗ってもおかしくない選手だったんでね。うん。で、決してまあ、成績がじゃあ悪いのかって言われると別、別にそういうわけではないと思うんで、まあ、全然今後もね、そういったところを狙える可能性は秘めてると思うんでね。うん。まあ、個人的にはカムバック。 評価期待したいですねねここは、ねはい、ということでまあ一旦ここはスルーしてもいいと思いますまあ今後のカードがまあ期待できると思えばね、うん、スルーしてもいいと思うんですけどまあ見方によってはまあね85以上しっかり出てるのでチャンスという見方もまあできなくはないんでね、まあ、そういうところを考えながら是非、えー、ね狙うかどうか考えてみてください。はい、ということで今回ね6選手評価終わりましたのでパート3の方は以上となります。 まあ、ここもね、まあ、悪くない選手たちだったかなと思いますね。ピックアップ、まあ、2人とかね、込みでの、まあ、3でしたけど、パート3でしたけど、まあ、ただ、どっちかというと、やっぱりね、まあ、プレイの、まあ、いいとこでもある、悪いところでもあるのかもしれないですけど、めちゃくちゃなんか、環境にめちゃくちゃぶっ刺さってくるようなカードがあるかって言われると、まあ、リーグ目は特にどうかなっていうところですね。まあ、仕上がり込みですけど、うん。めちゃくちゃなんか、やばそうなカードが、今回あったかと言われると、そうでもないので、 まあ、ここを皆さんの評価としてどう見るかっていうところでしょうね。うん。まあ、結構、忖度なしで、まあ、付けさせていただきますけど、まあ、やっぱ特にリーグ面がちょっとやっぱり、どうしても触れ目となると、うん、まあ、例年そうだと思うんですけど、ちょっと弱めかなというね、うん、感じが見受けられますが、まあね、冒頭で、冒頭というか、まあ、今回のね、まあ、なんていうかな、 プレメーね、評価するときに言いましたけど、うん、なんか、いつものプレメーよりもどっちかというと、なんか両カードがウィングとかにね、集まってるんじゃないかっていう話もしたんですけど、うん。まあ今回一応ね、水田選手とかがね、兼用で、まあウィングとかできたりはしますけど、まあ水田選手のカードはウィングっぽくはないんですけど、うん。まあパート1とかで出てきたね、ところの選手たちに比べるとちょっとやっぱり、 うんどうしてもね、まあ差があるかなという感じがするので、まあ、そこをどう見るかでね、今回、えー、勝負いくのかどうかというところも選んでみてもいいと思うしね、うんまあ、これから結構いいカード出そうな選手も中にはいますからね、まあ、そういうところの、まあ、いつ狙うのかというところもね考えながらぜひね、立ち回ってほしいなと思います。ということで、じゃあ今回のパート3以上となります。ご視聴ありがとうございました。今夜で失礼します。バイバイ。